川口オートが誕生してから今回は初めて無観客での記念開催となりました。おそらくは最初で最後の無観客のグレードレースです。いよいよ優勝戦を迎えます。ゼロ戦には7選手、高橋義弘、森且行、鈴木清、大木光、若井智和、中村正人、そして一番人気永井大輔。地元勢に待ったをかけるか、遠征勢では孤軍奮闘、青山周平10メートルスーパーハンデ。以上の8名による対戦です。永井を筆頭にゼロ戦地元の7名で青山包囲網を作れるかどうか、そして川口記念で敵地を荒らすのか、遠征青山周平ただ一人。新聞社杯 G2 川口記念、日本最強ハンデの8番青山周平、5秒を切ります。3秒前、川口記念12レース優勝戦スタートしました。さあスタートは外から長いもいいスタート、センターから鈴木清、ディフェンディングチャンピオンが好スタートを切りました。さらには外から7番の永井大輔が、さあ素早い身のこなしで一周3コーナー早くも勝負を決めていく。これが永井のウィニングショットになったんでしょうか。先頭は永井であります。2番手には鈴木清、アウトコースから森且行、もう早くも青山周平が多少、おっと2番の森が転倒しております。森且行が落車、3コーナーで青山周平が2番手に上がっていく。これは永井うかうかできません。4コーナーを立ち上がりまして、残りは6周回、先頭は7番の永井であります。2番手青山周平、3番手には鈴木清、4番手に5番の若井智和という体勢になっています。スーパーハンデー10メートル後ろでもこれは永井に五分五分の勝負を挑めそうであります。青山周平残りは5周回、先頭は永井であります。さあ青山の姿は見えているか、前輪かかるのか、永井の内側刺すのか、刺すのか、入ってくる。 3,4 コーナーで青山が捉えた。永井と交錯するし攻防戦になっています。青山が先頭に上がりました。残り4周回、この展開で負けていいのか。永井大輔2番手の位置、さあ逆襲に向かって3コーナー突っ込み、捨て身の突っ込みであります。青山が裁かれました。しかし永井が流れている。逆襲に転じる青山周平、そして3番手は5番の若井が攻め上がっています。先頭は永井と青山のマッチレース。さあもう1回永井の意地の突っ込みであります。3コーナー熾烈なデッドヒートであります。もう1回青山が差し返し先頭争い、残りは2周回、これはまだまだわからない。10メートル前の永井にとっても絶対に負けられない、負けてはいけない戦いがここにはあります。青山が先頭であります。永井が2番手の位置、少し先頭2番手、距離は開いております。4コーナーを立ち上がりまして残りは1周回、スーパーハンデからものの見事に捉えていきました。青山周平が先頭であります。永井さあ力を合わせているのか、最後のコーナーに向かっています。先頭は青山周平だ。2番手は永井大輔、最終コーナーをクリアします。先頭は8番の青山周平、これぞ全国ナンバーワンのライディング。さすがの走り、全国ナンバーワン、そのブランドに恥じないレース内容でした。永井と青山のデッドヒート、シーソーゲームでありましたが、最終的には青山に軍配、永井は2番手ゴール、5番の若井智和3番手でフィニッシュ。これは見事すぎる、永井としてはほぼ完璧なレース運びでありました。払い戻し金です。2連勝短式8番7番650円2番人気、2連勝複式7と8の組220円1番人気、3連勝短式8番7番5番1万1510円37番人気、3連勝複式5と7と8の組2540円8番人気でした。その他の結果はご覧の通りです。いきたいと思います。はい、まずはじめに優勝を祝しまして、ご覧いただきましょう。青山選手に川口オートレースイメージガール平島夏美さんより花束が贈られます。花束が贈られます。
優勝おめでとうございます。はい、稲島夏美さん、なっちゃんから花束が青山周平選手に贈られました。ありがとうございます。これから優勝インタビューということになります。それでは優勝いたしました、それではお聞きください。青山周平選手にお話を伺ってまいります。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。さあ、スーパーハンデの中での記念優勝です。今のお気持ちを聞かせてください。はい、とても信じられない思いですけど、一生思い出に残るレースだと思います。さあ、優勝戦なんですが、一人だけ10戦からのスタートとなりました。どんな気持ちでレースに臨みましたか？そうですね、1周目、うまく、集団の後ろにつけれるように、スタートから集中して、なかなかこう抜くスペースがないと思ったんで、行けるところを見定めて行こうと思いました。永井選手との抜きつ抜かれつの攻防は見ていてもドキドキしたんですが、ご本人はどうだったでしょうか？そうですね、抜いた時も、自分少し張ってしまったんですけど、永井さんもその後、抜かれた時も、いっぱいで、入ってきたんで、はい、永井さんをいっぱいにさせることができて、はい、嬉しいです。改めて5日間どうだったですか？初日がすごく難しくてなかなかいい着取れなかったんですけど、その後はいいリズムで来れて、優勝することできて、エンジンは本当にすごくいい状態でした。さあ、今回はですね、お客様がいらっしゃらない中でのレースだったんですが、どうだったですか？やっぱりスタートラインに立った時には、すごく寂しい思いだったんですけども、画面越しに応援してくださるファンの皆様や投票していただいている皆様が、いらっしゃると思って一生懸命走りました。さあ、それではたくさんの皆さんが声援をくださっています。今後に向けてファンの皆さんに一言お願いします。はい、ようやく、これから本場に来て、レースを見れる、ようになってきたので、ぜひ次は本場に来ていただいて、一生懸命走りますし、いいレースを見せられるように一生懸命頑張ります。たくさん応援よろしくお願いします。ありがとうございました。おめでとうございました。青山選手にお話を伺いました。